はい、どうもこんにちは。人形作家の猪野さるきです。今日はね、マジで真面目な動画です。 僕今筑波大学の情報メディア創生学類っていうところに所属してるんですけど、その学類内でみんなで集まって活動を共有したりとか、あと新入生がこれから作品を初めて作る時にアドバイスをもらえるような場を作ろうっていうね、意識高すぎ新作みたいなマスティバルっていう集まりがありまして、ちょっと映像で見てる限りにおいて分かると思うんですけど、緊張してます結構。 僕はね、この大学生生活をほとんど全て人形に捧げた人間なので、人形についてめっちゃ語るぐらいしかできないなと思って、自分の作品を紹介しつつ人形で哲学するっていうような趣向を凝らして発表してみようかなって思って、今発表になっているわけでございます。一応概要欄にマスティバルの、ツイッターアカウント載っけておきますね。人形作家猪野さるきの発表始まり始まり、イエーイ、よろしくお願いします。今回の話す内容については、人形についてめっちゃ語ってみるってことで、人形って言っても何のこっちゃって感じだと思うので、ちょっと人形についての紹介から自己紹介からみたいな感じで話していこうかなと思っております。で、まずプロフィールなんですけれども、人形作家と自称はしております。で、年齢は23歳で、で出身は岩手県で、結構田舎で過ごしてました。おそらく僕のことを知ってるよって言ってくださる方のほとんどは、YouTube をこう見てくださっている方が多いかなって思います。将来の夢の、共有から始めようかなと思うんですけど、僕の人生計画です。1年後から2年後ぐらいに中国で人形が1億円ぐらい売れて炎上したらいいなと。で、3年から4年後ぐらいに日本の人形作家マーケットを10億円ぐらいにした上で炎上したらいいなと。で、5年後に人形だけのテーマパークを作って、これもまた炎上したらいいなと思っております。こうふざけて書いてあるので、もう少しちょっと目標っぽいちゃんとした日本語で話すと、海外マーケットである程度の売り上げを出したいよねっていうのが、ここ1、2年の目標で、2つ目の目標が、日本の人形作家をこういっぱい集めて自分主催でこう展示会をやって、あわよくば自分が一番儲けて他の作家さんもちょっと利益があるみたいな状態を作って覇権を握りたいっていうのが2つ目の目標です。で、3つ目がジブリです。だいたいジブリみたいな感じです。3つ目はここまでね、なんかスライドを作って、で自分なりにどういうふうな人間に見えるんだろうなって見返してみたところ、大体 DJ 社長と同じことを言ってます。髪が青くないだけです。 海外で売れたいとか言ってるのって多分同じように聞こえるんじゃないかなと思います。で、とりあえず自己紹介は以上で、次にちゃんと人形について出題して、なんかいろいろこうバッと貼ってみたんですけど、左下から、多分道具、パルテノン神殿のフリーズ彫刻って言われるやつかな。で、これがギリシャ神話に出てくるキプロス島の王ピグマリオンって人なんですけど、あとミロのヴィーナス、あとはミケランジロ、あとはジャコメッティ、村上隆、石黒先生、ラブドール、チャット GPT みたいな感じでこう並べてみました。これらが全部人形なのかって言われるとちょっと怪しい気はするんですけれども、なんとなく人のようなものみたいなものに対する人類の興味って多分1万年前以上からあって、でそこからいろんな形でアウトプットされて現代まで残っているっていうのが歴史的な事実なのかなって思います。で、考えるとなんか意外と人形って普段触れるものじゃないから、ちょっとマイナーな感じもするとは思うんですけど、結構人類が総動員してみんなが興味を持ってるものだったりとかするし、あとこれから未来100年も多分人形への興味、人のようなものに対する興味っていうのは薄れていかないんだろうなっていうのが予想がつくかなと思います。まとめると、人に準ずるものに対する人類の好奇心っていうのが結構無限大がちなわけで、で僕も例に漏れず人ではない人の形をしたもの、人形ってものが好きなわけです。人形についてのもっと詳しい話に入る前に、皆さんの人形に対する一般的なイメージってどんなのなのかなと思って、こう Google の画像検索で人形映画って調べてみたんですよ。で、調べたらもう示し合わせたかのようにホラー映画がめっちゃ出てきて、僕としては結構悲しいんですけど、人形って愛すべきものなのにちょっと怖いみたいな、なんか印象が皆さんの中にあるのかなと思うので、悔しいながらも人形イコール怖いみたいなところから話を始めようかなと思います。お化け屋敷とかって、不思議と人がモチーフになってるものが結構置いてたりとかしますよね。グロテスクに加工された人形とか、グロテスクにメイクしたキャストさんが人形のふりして近づいたらいきなり動いてくるみたいな。そう思うと結構人形、人に準ずるものっていうものは怖いっていうものと結びつけられやすいのかなっていうような納得感があるというか、確かにな、実例もあるしなっていう感じがします。人形と人間の根本的な違いってところなんですけれども、人間ってのは、動くし喋りますけど、人形ってのは動かないし喋れません。人間ってのはパーソナリティ、パーソナリティってちょっと抽象的ですけど、キャラクターだったり人格だったりっていうものが人間にはあるけど人形にはないよね。時間方向に変化があるって書いてあるんですけど、例えば老いたり成長したり見た目とか性格とかが徐々に変わっていくのが人間だと思うんですけど、人形の方はその時間方向の変化が全くありません。で、人間同士のコミュニケーションのことを考えたいんですけど、
相手のことを全く知らない他人ってどうアプローチしていいか分かんないですよね。相手の情報がないわけです。で、相手の情報がないとどうアプローチしていいか分からないんですけれども、人間同士の場合は動くし喋れるし、それをアウトプットするためのパーソナリティ、人格ってものがあるので、こう相手と喋ってたりとか時間を共にすることに相手の情報を知ってどうアプローチすればいいかっていうのが分かるようになっていくっていうのが人間同士のコミュニケーションだと思います。で、それに対して人形と人間との間にあるコミュニケーションっていうのは、この時間的な関係性の進展ってものが全くないです。さっき言ったようにパーソナリティもキャラクターも知る術がないですよね。喋らないし動かないから。てかそもそもパーソナリティもキャラクターも存在しないわけなので、アプローチのしようがないわけです。ってなると、人形ってのはどんだけ時間を共有しても究極的な他人であるというふうな状態が続くよねっていうのが人形のプリミティブなというか根本的な特徴だったりします。で、さっきの怖いって話に戻るんですけれども、他人である人形ってものがどう恐怖とつながっていくかっていうと、例えば他人と相対した時、皆さんってどういうことを感じるでしょうか。まあシチュエーションによるとは思うんですけど、例えば密室だったり夜道だったり、たまたまこう帰り道が一緒なだけなのに後ろに男性がついてきたりとかすると、なんかちょっと怖いなみたいな感じることってあったりとか、あと聞いたりとかすることあると思うんですけれども、そんな感じで他人に対する情報がない場合っていうのは、その情報がない部分を想像で補うっていうのが他人に対するアプローチの仕方です。で、その想像を補う際に文化的な背景っていうのが他の材料になるので、例えば密室だったりシチュエーションによっては怖いってなりがちだよねっていうのがあると思います。密室殺人のをテーマにした小説があれば、密室っていうのと、自分と近しくない人間っていうのが恐怖につながるっていうのが事例としてあるし、あとストーカーっていうのも、事例としてありますよね。で、そういうのが多分他人が怖いっていうものとつながりやすいっていう根拠なのかなと思います。まあ、他人って言ってますけど、人形っていうのはさっき言ったように究極的な他人そのものであるので、例えば人形っていうものも人間が他人と相対した時のように、過去の事例からなんとなく人形のイメージっていうものから人形に対するアプローチだったりとか印象だったりっていうのを補完するわけですけど、それが人形イコールホラー映画っていうものが過去の事例としてすごく多いので、怖いみたいな一般的なイメージにつながりやすいんじゃないかなと思います。それは人間と同じですよねっていう話をここではしてます。人はなんか人形イコール怖いっていう話で終わられるとすごく困るので、もう少し一般化すると、人形と人っていうのはパーソナリティがあるかないかっていうところに大きな違いがあります。で、パーソナリティがないことで、パーソナリティを理解できない他人になる、そのない部分に僕たちは想像だったり設定を入れ込むわけですけど、人形を使った時にするようなおままごとだったら、お友達お母さん、ラブドールって皆さんご存知かどうか分かんないんですけど、ラブドールだったら彼女だったりとか、あとたまに人形撮影モデルに使ったりする人もいるので、モデルって設定を入れればモデルになるし、入れ込む設定によってすごいいろんな広がりを見せるっていう可能性があるよねっていうのが人形の面白いところだなと僕は思っております。人形に対して友達っていう設定を入れれば良好な関係が人形と築けるでしょうし、呪い人形とかって設定を入れれば、怖いから距離を取らなきゃってアプローチを、なんとなく断定できるわけです。まあ、こういう感じで入れ込む設定によって人形っていうのは様々な見た目だったり形にアウトプットされていくわけです。フィギュアだったりペッパーくんだったり呪い人形だったりリカちゃん人形、日本人形、ラブドールみたいな感じで、まあいろいろ他にもあると思うんですけど、まあ、こんな感じでいろんな広がりを見せるよねっていうのが人形の面白いところです。で、今の話をもとに実際の事例を見ていこうと思うんですけれども、マダム・タッソーって皆さんご存知ですかね。セレブの人のリアルな蝋人形を作ってそれを展示するっていう展覧会があるんですけど、僕正直マダム・タッソーの人形をちょっと怖いんですよ。で、皆さんの中にも怖いって思った人が中にはいるかなと思うんですけれども、マダム・タッソーはそれに対してすごい面白い対策を取っていて、マダム・タッソー東京とかって調べると東京の展示のサイトが見れるんですけど、結構序盤の方に皆さんこんな感じで写真撮って楽しんでるよって1ページ目にデカデカとこう書いてるんですよね。さっきの話を前提にこれを見ると、マダム・タッソーの人形を過去に人々がどうやって見てきたかっていう事例をここで示すことによって、新しく新規で来る人たちがマダム・タッソーの人形イコール怖いみたいなイメージを展示の目的に合わせて払拭するっていう風な目的がここにあるんじゃないかなと思ったりするわけです。まあ、これが合ってるかどうか分かんないですけど、僕はそうやってみます。マダム・タッソーの人形っていうのは、ホラーとポップの間で揺れ動いていて、サイト上でポップにこう引っ張るわけですね。で、そうやって皆さんはマダム・タッソーを怖がることなく楽しめていると。人によってはマニアックに感じたかもしれないんで、もう少し公共の場によくあるものを例に挙げようかなと思うんですけど、名鉄百貨店の1階エントランス前にあるナナちゃんっていう、まあ、こういうクソでかい人形があるんですよ。実際に近づいてみるとびっくりするんですけど、だいたい膝小僧までに人間の心情が届かないですっていうぐらい、クソでかい人形があるんですけど、このマネキンっていうのはですね、過去にいろんな展示のされ方がされてるんですね。イベントに合わせてなんかキャラクターの衣装を着せられたりとか、メンテナンスの時に妹のミナですって言って逆にちっちゃい人形をペット置いてたりとかするんですよね。あとは鏡餅だったりとか、
なんか煙吹かせられたり顎が伸びたりとかするんですけど、ナナちゃんっていうのは公共の場で遊ばれてる必要がある存在なんですよね。名鉄百貨店のマスコットにならなきゃいけないので、運営の人っていうのが公共の場でナナちゃんで遊ぶことによって、みんながこうナナちゃんを見た時に面白いなっていう写真を撮ったりとか、一種の風景として捉えられるようにちゃんを扱っているわけです。これもマダムタッソーのハッシュタグと同じように、ある種過去の事例としてこういうことを多分やってるのかなっていうふうに僕は言います。まあ同じ説明ですね。ナナちゃんにマスコットってキャラクターをベッて入れることによって、みんながあマスコットだって言えると。ペッパー君だったら喋るとか動くとか、コミュニケーションできる相手としての、役割を入れることによって、機能だったりとかデザインだったりとかっていうのをこう洗練させていって、ペッパー君イコール喋れる相手として僕たちは認識できるわけです。っていう風な感じで、人形にはパーソナリティとかがなく虚無なわけですけど、まあ、虚無であるからこそそこに設定が入れられるし、逆に虚無であるからこそその設定を入れたいなっていうアフォーダンスが働くっていうのが、その人形というデザインの面白いところなのかなと思ったりするわけです。でっていう話をちょっと踏まえて自分の作品を紹介してみようかなと思うんですけど、これはラブドールの腰をハンドルにしたっていう、でこれは何ぞやっていう話なんですけど、僕はこの人形に対してハンドルっていう用途をぶち込んでですね、デザインとか見た目アウトプットっていうのを強烈に明確化しようと思ってこの作品を作りました。さっきのとはまたちょっと飛躍してるかもしれないんですけど、人形っていう中身が虚無のものに対して何を入れて、で入れた上でデザインをどう洗練化させていくかっていうことによって、これぐらい広がりがあるんだよっていうのを当時の僕は言いたかったのかなって思ったりします。ここからはちょっとネタっぽい作品なんですけど、耳をつけるピアスですね。ピアスって耳につけるものだったりすると思うんですけど、僕は耳をつけるピアスを作ってみました。でこれはまあ、人体というツールに対してファッションってものをこうベッてぶち込んで、それを実際に作ってみたっていうものだったりします。あとはもう一つ作れそうだったからペン立てみたいなのを作ってみたりしました。でもうちょっと深掘りして、さっき話した時は人形に対して怖いだったりマスコットだったりみたいな、ちょっと公的だったり大衆に対する印象みたいな部分を話したと思うんですけど、人形と、コミュニケーションを取るのは大衆だけじゃなくて個人も、同じように、コミュニケーションをするわけです。人形への愛情っていうものは、皆さん結構見慣れてると思うんですよね。ちっちゃい子がお人形遊びしたりとか、これは見たことあるかどうか分かんないですけど、ラブドールを溺愛してるおっちゃんとかがいたりするわけですよね。でそういう人たちっていうのは究極的な他人の演出をしている人形に対して、その演出を飛び越える瞬間っていうものを体験していて、人形に対して全く分からない他人っていうものから分かった気になるちょっと隣人みたいなものに人形の印象を自分の中の設定で変えて接しているわけです。でつまりプロセスとしてはこんな感じです。何も設定が付与されていない空の人形があって、そこに友達っていうものをボンと入れたら、その人形が自分にとってなんとなく分かった気になる。ここで他人から隣人への変遷があるんですけど、設定によって、持ち主と人形っていうのは良好な関係を築けるわけですけど、ここまではなんかさっきまで説明したのと全く同じ繰り返しだなと思うんですけど、もう少し進めてみると、設定によってこうやって自分たちが人形に対するアプローチっていうのを断定させていって、良好な関係の進展をこう望めるのであれば、設定自体に本質があって、人形っていう側には本質がないんじゃないかみたいな感じにちょっとなんか悲観的ですけど思ったりするわけですよね。僕はなんか人形をこうこれから一生やっていくのかどうかみたいな、そういう時期にこんなことを考えていたので、なんかちょっとこういうふうに悲観的になったりもしたわけです。でその時に作った作品が、ソリブルセルフって作品です。そうこれは、人形を水槽にペッて入れて水をベシャッてかけて、人形がだんだん溶けていくんですよね。タイムラプスでニューンって、これ評判というか、視聴者さんの反応が良くて、僕も結構いいもの作れたのかなって思ったりします。でこれは何をしてるかっていうと、さっき言った話をそのままやってるんですよね。僕は人形で遊ぶとか、まあ、一般的な方法とはちょっと違うんですけど、人形を作るってことによって人形との関係性を築いていくわけです。作ってる間にこの人形はこうこうこういう性格で、こういう入れ立ちでみたいな、こういう見た目でっていう設定をどんどんつけていくわけですけど、要するにこれと同じプロセスを踏んでるわけですけど、設定と側を作った上で、側の部分だけ溶かしたらどんなことを思うんだろうなみたいなことを考えたのがこの作品でした。別に感想は大して面白くないんですよ。人形との美しい思い出が鮮明に蘇ってくるぜみたいなのとか、なんか寂しいなとかエモいみたいな感じのが、まあ自分の中で出てくるわけですけど、個人的に面白いなと思うのが、このテーマでそうやって作品を作ったりして考えてみると、人形とは何かっていう本質的な題に近づいていくのかなっていうところが個人的に面白いところです。まあ紆余曲折あって、僕にとって人形の本質ってこういうものだよねっていうなんとなくの図ができたわけなんですけど、人形っていうのは主に中身の更新と外身の更新っていうのを無限に繰り返して出来上がるものです。人形をじゃあ何か作ろうと思った時に、じゃあどんな設定がいるかなって言って、じゃあ
ゃあ喋る設定を入れよう、ボンって言ったらスピーカーをつけたちょっと無機質なロボットを作ってみようみたいな感じで、喋ってくれる人形ができるわけですよね。それに対して、ちょっと物足りないなっつって動いてこうジェスチャーをしてくれる人形にしようっていう設定を加えようと思えばモーターをつけて喋って動く人形ができるわけですよね。っていう感じで、どういう設定を入れるかによってどういう外見にするかが決まっていって、逆に外見を作ったことによってこれじゃインプットが足りないなとかちょっと過剰だなって思うことによって新しい設定を入れるなり設定を省くなりするっていう風な、中身の更新と外見の更新っていうのがこう一緒くたにぐるぐると回ることによって人形のデザインっていうのは洗練されていって持ち主にとってより美しいものになっていくっていうのが人形の本質的な説明なのかなと思います。っていうようなサイクルをぐるぐると回った結果のアウトプットが歴史上こういう風なものだったわけですよね。セックスできる人形を作りたい、ラブドールとか神に祈りを捧げる不屈みたいなものを作りたいとかそういうことを思ったんでしょう。似たようなことはなんとなく人にも言えそうだなって気がします。中身の更新と外見の更新ってちょっと抽象的に言ってるんであれですけど、皆さん生活してて自分の周りの環境とか周りの人とかが自分のことどう思ってんのかなとか自分のことどう扱うのかなっていうのをこう見たり想像したり聞いたりとかして自分の振る舞いっていうのをまあいい意味でも悪い意味でも見直しますよね。振る舞いを変えると周りからの印象も変わるわけです。この行動って何をしてるかっていうと周りからこう付与されてる設定を想像してそれを受けた上で自分がどうなりたいか、ある種自分に付与したい設定っていうのを見つけて、でそれを自分に設定すると振る舞いが変わるので周りからの印象も変わってまたこっちの動作に戻るよねっていうのが同じようなサイクルというか人形と同じサイクルを踏んでるよねっていうふうに言ってるわけです。ただ人形と違うのは人形ほど極端ではないっていうところが大きな違いかなと思います。人間って変えるっつっても服とか振る舞いとかそれぐらいしか変えれないので人間の機能だったり見た目だったりっていうのを大きく変えることは基本的には無理ですよね。人形に比べたらほんの些細なものだったりします。普通だったらこういう些細な変化っていうものがゆっくり起こっていって死ぬまでこう生きていくわけですけど、ちょっと無理やり感はあるんですけど、自分は YouTube をやっていて YouTube っての活動って良くも悪くもものすごい数のフィードバックだったりコメントが来るんですよね。例えばこの動画だったらなんかアヘガを作った作品なんですけど1動画で1300件ぐらいコメントが来たりします。で僕今170個ぐらい動画上げてるので、単純計算したらどれぐらいか分かりませんけどめっちゃ来るわけですよね。でそういうふうに考えると、普通の人より多分中身と外身の更新っていうのが、何倍かぐらいの速さで回っているのが YouTube を通した作家活動の生活スタイルなのかなっていうような気がします。って考えると自分みたいなその生き方っていうのは人間からちょっと人形寄りにこうちょっとずれているというか、そんな自覚がなんとなくあって、で作った作品が肉タトゥーっていう作品だったりします。佃さんって人と一緒にやったあの作品で、でなんかこの横にあるやつが佃さんが作ったそのゴキブリで書道をするっていう作品で、奥にあるのが僕の作品です。これですね。で肉タトゥーに当たるものがこの4枚の障子みたいなやつです。こんな感じの見た目です。作り方としては人体から実際に型を取ってるんですけど、人体に布をかけて石膏縁巻けて、でその型をキャンバスにしてその上に初音ミクのイラストをプリントしてるってものなんですけど、なんでこんなものを作ったかっていうと、さっき言ったように中身の更新と外身の更新っていうものが、ものすごい数続くことによって人形っていうのは洗練されたデザインになっていくし、人間っていうのも中身の更新外身の更新っていうのを人とのコミュニケーションだったり、環境とのコミュニケーション相互作用によって進んでいって成長した人間性を獲得していくわけです。人形も人間もなんとなく同じ営みをしてるんですけど、どこに向かっているんだろうっていうふうな気になってですね、一つの最高到達点として初音ミクっていうものがちょうどいいんじゃないかなと思ったりしました。っていうのは何でかっていうと、この外身の更新と中身の更新っていうのが、歴史上最もサイクルが多く回したのが初音ミクって存在なのかなっていう気がしたからです。制作手法に戻るんですけど、実際の人間っていうそのサイクルが比較的少ないというものを土台にして上に初音ミクっていうものをプリントしているわけですけど、ちょっと要素分解してなんかそれっぽいことを言うと、布越しの人体に初音ミクのプリントですので、服だったりとかそういうものに似た感じがしますよね。なりたい自分があって、でそれに向かって選択したものを着て憧れだったり理想像みたいなものに近いものだったりします。で逆にプリントしてるので拭えないものっていう風な、ちょっとネガティブな印象も僕は感じていて、そういう意味でタトゥーって入れてるんですけど、切っても切り離せないもの、自分を構成するとても重要なものとしてルーツみたいなイメージもなんとなく浮かんでくるんじゃないかなと思います。自分のパーソナリティを構成したルーツっていう自分の内側にあるものと、今目標としている理想像みたいな自分の外側にあるものっていうのが全部ひっくるめて人体っていう境界線ですね、自分たちがこう
まあ、人を見た時に見える部分ですよねにアウトプットされているっていうのが、まあ、すごく人形っぽいなという意味合いで、ミクタトゥーを作ったりしました。極端に言ってしまえば僕は人間も人形に見えているし、そういう意味で言えば、これはなんかいろんなものをごっちゃ混ぜにして人形っていうものはこういうものですよみたいなことを自分なりに表現したものがミクタトゥーに当たるものだったりしますという感じで、自分の作品だったり過去の事例だったりっていうのを合わせて、人形の紹介っていうのと自分の紹介っていうのをしてみました。以上です。ありがとうございました。ちなみにイノスタンドリニアに一番好きな人形って何ですか？その自分の作品以外で。僕の、師匠っていうほどめっちゃ教えてもらったわけじゃないんですけど、清水麻里先生っていう人形作家さんがいまして、それの、 吸血鬼のモチーフになってる人形があって、その人形が好きになったのがきっかけで人形やりたいなと思ったので、それが一番好きかな。その作品作りながら思ったことですか？そもそもなんか作品作り始める前から作りながら多分思っていったことで、なんだろう、人形に言えることって大体人間にも言えることなので、多分なんとなくうっすら体感していることを人形を作ることによって鮮明化されていった感覚があって、今のところはこういうスライドの説明になるっていう感じだと思います。皆さん割とこう、はい、石膏で、そうですね、より清水さんよりはより抽象的 なんか人形を作ってらっしゃるのかなと思ってたりするんですけど、はい、ここはなんかこう意識してやってるところがある。僕が人形を作り始めたのって大学1年生からで、それまで美術の素養とか全くないし、そこから始めた人形制作だから、もう本当に趣味から始めてってなった時に、ガチの作家さんに普通の人形を作って対抗しようってちょっと失礼すぎるなって感じがしてて、こういうごちゃごちゃしたことを考えながら人形を作るのが好きだったので、なんか自分の役割って綺麗な人形を作るとかじゃなくて、人形とは何ぞやみたいなことを考えるのが役割なのかなって思って、そういう人形を作ったりしているんですけど、最近は綺麗な人形を作って売りたいなっていう、なんかさっきの中国で人形売りたいなみたいな感覚にちょっとなってきて、今人生計画をこうやって立ててるみたいな。基本的には自分の人形が一番売れる世界になったらめっちゃ都合がいいのになって思ったりします。はい、発表が終わって質問も終わったんですけど、この動画ちょっと皆さんに見てもらえるかどうか分かんなかったんですけど、たまにはね、人形について真面目に語ってみよう、自分の今までの作品を紹介してみようっていうことで、出してみた動画でございました。見てくれた人が面白かったなと思ってくれればそれでいいと思うので、そういう感じで、じゃあ皆さんお疲れ様でした。バイバイ。